治家の方だけじゃなくて通りすがりの会社員の方も捕まえてきました。通りすがりの会社員の方にはスピーチしていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんにちは、たまたま通りかかったものです。この問題すごいムカついてたんで、友達とかにこれおかしいだろうって言いたいと思ってました。今日はせっかく多くの人が集まってくれてるので、ちょっとだけ話したいと思ってこの壇上に上がらせてもらいました。私は33歳男性会社員です。去年妻と結婚して、妻と豊島区で2人で住んでます。毎月家賃を12万円払ってます。あと保険証のために、なんで社会保険料、会社がなんか半分出してくれてるので、いくらか細かい額分かりませんけど、多分1万8000円とか9000円ぐらい多分払ってるんだと思います。あと年金のために毎月1万5590円多分払ってます。で、あと NHK にもなんかちょっと不満あるんですけれども、一応払ってます。毎月食費が3万円ちょいかかります。で、あと奨学金を毎月2万5000円ぐらい返してます。つまりこれどんどん積み上げていくと、別に特に面白いことしなくても普通に生きていくだけで毎月20万円ぐらいかかります。1年間でどんなに切り詰めても多分200万円ぐらいは生きていくためだけにかかります。1年間で200万円だから、20年間生きたら4000万ぐらいはどう考えてもお金がかかります。で、そういうふうにして私は生きています。多分ここにいる人、今日ここを通ってる人たちも、大体めちゃくちゃ金持ちな人もめちゃくちゃお金ない人もいるかもしれないけども、大体それぐらいのお金はかけて生活していると思います。税金めちゃくちゃ高いですよね。年金めちゃくちゃ高いですよね。生活苦しいですよね。じゃあなんで安倍総理の支援者で、安倍総理の妻のお友達で、安倍首相万歳、安倍首相万歳って幼稚園児に言わせてるやつは8億円もただで土地もらえるんですか。8億円ですよ。年間200万で生活してる人たちが何百年暮らせるんだっていうわけですよ。ここにいる私の生活、あなたの生活、400人の生活の何十年分ですよ。たかが8億円なんてもんじゃないですよ。大事な大事な8億円、この8億円があったらこの国もっとよくできるじゃないですか。数年前にニュースでやってました。北九州市で生活保護を受けたいのに受けられない、水際作戦で生活保護を受けられなくて最後餓死してしまった男性、死ぬ直前に自分のノートに握り飯が食べたいって言って亡くなっていきました。僕そのニュース見た時に、なんてひどい国になっちゃったんだろうと思ったんですよ。たった一人の男性が最後おにぎりすら食べられなくて餓死して亡くなってしまう、その人たちを見殺しにしてしまう、そんな国に私たち今生きているのに、なんで8億円みんなもっと怒らないんだ。僕たちはこの8億円、たかが8億円じゃなくてもっともっと怒っていいはずです。8億円あったら保育園も幼稚園ももっとたくさんできるし、保育園と幼稚園あったらみんなもっと働けるし、貧しい人のためにもっとちゃんとした政治できるし、もっともっと住みよい国にできるはずじゃないですか。みんな本当に悔しいはずなんです。だったらそんなこんな無茶苦茶な政治終わらせるためにみんなで頑張りましょう。お隣の国で韓国ではマイナス12度でめちゃくちゃ寒いのに、毎日大統領府を抗議のデモ隊が120万人集まって大統領を辞めさせましたよね。あの時一番最初怒ってた人たち何に怒ってたかって言ったら、大統領が大統領のお友達の娘を名門女子大学に裏口入学させた、それおかしいだろうっつってみんな怒ったんですよ。でも多分僕ら日本人からしたら正直もう慣れすぎちゃってて、そんなんよくある話じゃん、全然大して問題じゃないじゃんって思っちゃうんじゃないですか。だから8億円
こんなに不正なことやられてもみんななかなか怒んないのかもしれないですよ。でもお隣の国では大統領が友達の娘を不正入学させただけで取り囲まれて大統領辞めさせられちゃいましたよ。だったら僕たちもっと怒ってもいいはずですよ。みんなで怒ってちゃんと集まっておかしい政治やめさせましょう。一応会社員なんでちょっとだけ会社員っぽいこと言わせてください。今回総理大臣が別に直接文書の改ざん命じたわけじゃないんだから、総理大臣そこまで悪くないんじゃないのっていう人僕の友達にもいます。でもそんなの絶対おかしいです。なんでか、例えば銀行で銀行のトップ頭取のために、頭取のお友達のために銀行の支店長が勝手に8億円貸した。そしたら支店長は当然クビだけど、銀行の頭取トップだって責任問われますよね。だって得してるの頭取じゃないですか。安倍首相万歳、安倍首相万歳って言わせてた園長、幼稚園児に言わせてた園長、その園長から支援をされている小学校に自分の名前を付けさせているような総理大臣が部下のせいにして8億円みんなの税金から取ってったのに、私は知りませんなんて、そんなんで済まずないじゃないですか。しっかり責任取らせましょう。しっかり責任取らせるためにみんなで頑張っていきましょう。ありがとうございました。